はい、どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、都市伝説ミュージアムとは、昔懐かしい都市伝説やオカルト話を最後楽しむというコーナーでございます。はい、今回はこちらでございます。うん、呪われた島、ガイオラ島。はい、はい、ということで今日はですね、うん、実際に存在する呪いの島、うん、呪われた島というふうに言われているようなところがございまして、はい、そちらがガイオラ島という、ガイオラ島、島でございまして、うん、イタリアですね、うん、イタリアのナポリの、はい、ナポリ湾にある、まあ一つの島ですね。一時、うん、かなりやってましたよね。ガイオラ島。うん。あ、そうですか。そうそう。うん、なんかガイオラ島の島自体が、うん、まあ、呪われているっていう話がもうあるんですね、ずっと、はい、うん。で、その呪われてる島っていう理由みたいなものとかも、うん、原因不明とは言われているんですけれども、立て続けにいろいろ起こりすぎていて、うん、国が恐れているんじゃないかというような、島なんですよ。はい、で、まずそのガイオラ島というところがどういうふうに呪われた島と言われているかという話なんですけれども、はい、この島を購入するっていうところから始まることが多いんですよ。うん、っていうのはガイオラ島っていう島がまあ売り出されていて、うん、で、そこをまあまあな資産家とか、まあ、お金持ってる人が別荘地として購入するんですね。はい、で、まあ、このガイオラ島の付近も全般的に、いわゆるリゾート地的な感じで、うん、綺麗な海、で、バカンスみたいな感じのところが多いんですけども、うん、このガイオラ島も、まあ、もちろん、その中の一個だと。で、最初に、そのガイオラ島に呪いが降りかかったんじゃないかというふうに言われているのが、1920年代。うん、100年前。はい。うん、スイス人のハンス・ブラウンっていう方が、まあ、ここを購入いたしまして、はい、手続きを踏んだ後日ですね、うん、そのハンスさんが出てこないと、家から、島の中にある家から出てこないからおかしいなということで見に行くと、家の中のカーペットに丸まって亡くなっていたと。で、これだったら普通に考えて、まあ、他殺が起きたんじゃないかなっていうふうに考えると思うんですけれども、うんうん、それもなんかよくわからないんですね、原因が、うん、その死因っていうのもよくわからずに、はい、で、そのまた数日後とかにですね、ハンスの奥さん、うん、一緒に夫婦で住んでたんですけど、うんうん、奥さんの方が今度は海で溺死をするということで、まあ亡くなってしまうわけです。立て続けにご夫婦二人とも、うん、ご夫婦で、で、まあ、その奥さんが亡くなったっていうのもなんかちょっと後追いみたいな可能性もあるっちゃあるので、まあそれだけだと呪われた島っていうには一個のケースだけじゃちょっとなんともなっていう、まあまあ、島で別になくなることありますからね、うん、確かにね。で、まだ続くんですね、うん、それが、次所有者が亡くなったガイオラ島を購入したのはドイツ人、うん、オットー・グランバックさんという方でして、うん、このオットー・グランバックさんっていうのが今度は購入したんですけれども、休暇でガイオラ島を、訪れている時に心臓発作を起こしてしまって、そのまま、亡くなってしまうと。で、オットーさんの持ち物から今度は次製薬会社の実業家であるモーリス・イブ・サンドっていう、まあ、人が購入するわけなんですけども、今度はもうこのモーリスさんが気に入っていたガイオラ島でですね、ずっと居続けた、うん、普通だったらリフレッシュして、うん、まあ、気持ちよくね、こう生活できるようになる、そりゃそうだよっていうことじゃないですか、うん、なんですけど、なぜか急に精神病を患ってしまって、で、精神病院みたいなところに、まあ、入院することになるんですよ、うん。で、そこで自殺してしまったということなんですよね。なんか人気の島なんですね、その次々購入者がね、出てくるというのはね。まあ、やっぱちょっと憧れあるじゃないですか。かイタリアのすごいさ、綺麗な島、うん、別荘で持ってるみたいな、うん、憧れとしてもあるし。あっちのお金持ちってちょっとステージ違うもんね、俺らとね、うん、日本の人らと。そうそう、だからもう実業家ばっかりなんですよね、うん、過去の遡っても。購入者が。地元では有名レベルではなく、うん、世界的にも結構お金持ってるみたいな人が、はいはい、まあ、いるんですよ。うん、で、その後ですよ、うん、またその次、ガイオラ島を、うん、モーリス・イブ・サンドの次に購入したのが、今度はドイツの実業家のカール・ポール・ラングハイムさんなんですね。うん、で、この方はまたワンランク上というか、貴族だったんですよね。で、有名な資産家でもあり、貴族で、男爵の地位、爵位を持っているような方で、うん、で、まあ言ったらその、ね、
結構地盤が他の方よりもちょっと硬いというか、うん、まあそもそもその家系自体でお金持ちとかっていうことだったりするじゃないですか、うん、だからホットでっていう感じではないんですね、まあ、ずっとお金持ちのっていう感じなんですけど、うん、このガイオラ島を購入して以降ですね、はい、資金繰りが徐々に悪化していきまして、とんでもなく首が回らなくなっていくと、うん、で最終的には破産して財産の全てを失ってしまうと、うん、ガイオラ島を購入したことによって全ての資産を失ったと言ってもまあ過言ではないぐらい、最終的にガイオラ島しか残らないってことよね。そうそう。その人からするとね、まあ、もちろんその他の借金みたいなものとかもあるから、うん、まあ、結果売らなきゃいけなくなるんだけど、うん、そのガイオラ島を購入したことによってその今まで築き上げてきたものが一気になくなってしまったという、うん、大変かなりなね、死ではないですけども、うん、死と同等レベルの過酷な人生を送ることになるということになります、ね、これは受刀ですわ、うん、何受刀受刀、呪いの島と書いて呪詛とか呪物とか、そうそうですそうですそうです、いやもう受刀10等にしましょう。10等にしますか。10等ね、まあまあ呼び方はね、うん、人それぞれでいいんですけれどもで、はいはい、ここからまあだいぶ続いてるじゃないですか。おお、何もね、うん、っていうかもう購入者亡くなる、うん、次の購入者亡くなる、うん、購入者次亡くなるみたいなのが続いて、うん、そうね、で最後、今のところその貴族が破産するっていうところまでいってると、はい、でもうこの状況で普通に考えたら次買うのはまあどうかなって思うんですけども、まあね、やっぱりね、あのお金持ちって気にしない人が結構いるというか、あと箔つくみたいな感じはあるよね、海外はね、うん、呪いとかね、自己物件とかが、まあ、なんていうかさ、そうそうそう、まあ単純にそのビジネスとして良ければいいやっていう人とかも多いだろうし、うんうん、そうですね、気にしないって人もいるし、はい、ということでまあ結果途切れずにずっと売れ続けてるっていうのもある種すごいんですけど、そういい位置にあるんですね、じゃあその島は。そうそう、島自体もやっぱりいい島だし、文化財的な感じになってたから、なんか国が保護するところみたいなことに今なってるから、じゃあもしかしたらその島を使って新たなビジネスに展開しようとした人も中にいるかもしれないですね。いやもう多分普通に考えたら相当立地もいいし、ね、うん、そうですよね、全然なんていうか購入して、うん、その仕事に使うっていうのは全然いいなって思えるんだけど、まあ呪いがついてくると、まあ、そうそうそう、でそれはもうあの無視できないって思ってるんですけども、うん、まあちょっとやっぱお金持ち違うなっていう、うん、次に購入するのが、うん、またかなり有名な方が購入することになるんですよ。でその方っていうのが、うん、ジャンニ・アニエッリ、ジャンニ・アニエッリっていう方なんですけど、はい、このアニエッリさんっていうか、マニエッリ一族っていうのは、はい、まあ、日本ではそこまで有名じゃないかもしれないんですけど、うん、イタリアとかではかなり有名でして、うん、フィアットっていうのがあるじゃないですか。フィアット、はい、好きですよ。の会長。すごいじゃない。元会長だったりするんですよ。とんでもないお金持ちや。とんでもないお金持ち。うん、だから、今で言うと、サッカーのユベントス、うん、そこのオーナーが確かアニエッリ一族だったりするんで、イタリアではもうなんだろうね、この人、うん、超金持ちじゃんっていうのでもう有名人だから、日本でいう鍋つねみたいなこと、ジャイアンツのオーナーみたいな、まあ、もっと有名、いやまあ三木谷みたいな、まあまあそうだね、それぐらいだと思うわ、うん、そうかそうか、鍋つねわかんないけどまあまあそう、それぐらい、うんうん、でまあ言ったらイタリアの人たちみんなが知ってるようなその富豪がまあ買ったんですよね、はい、ここでちょっと面白いなって思うのが、うん、この購入したジャンニー・アニエッリさんは、うん、強いんですよ、うん、あのね、呪いを直接受けてないんじゃないかっていう説があって、うん、どういうことですか？っていうのが、別にジャンニー・アニエリさんはここに住んだことによって病気になったりとか、うん、亡くなったりとかお金がなくなったりっていう破産したりっていうことはないんですよ。じゃあ呪いやっと途切れたかなって思うじゃないですか、うん、思う思う、やっぱり富豪のランクが違うと効かねえんだなって思うかもしれないですけど、はい、これまた不思議なことが起こって、うん、アニエリさんがガイオラ島を購入した後にアニエリさんの長男が自殺することになると。家族に来るんだ。そう。おう、で後継ぎとして甥であったウンベルトっていうのが33歳という若さでガンで亡くなってしまって死亡していると。後継ぎがどんどん死んでいくんだ。そう。うわ、怖っ。これって考え方によってはですけど、うん、自分が亡くなるよりある種きついことかもしれないと思うんですよね。きついよ。
また一族、富豪の一族って後継ぎ問題ってすごい大事にしているんで、うん、だって生まれた頃から育てるからね、後継ぎとしてでしょ、うん、でその、まあ、名前自体もさ守っていかなきゃいけないってことで、うんね、しかも長男が亡くなっているっていうのもそうだし、これかなりの呪いなんじゃないかなというふうに、うん、まあ捉えられるわけなんですよ。やっぱ呪いっていうのは下半身に来ますから、うん、種とかね。ああ、そういうことね。そうそう、本当に本当に、うん、下半身に来て足悪くなったらいいんですけど、うん、ほんまあの種が全部なくなるっていうのも実はあったりするんですよ。そうね、まあ言ったらそれって一族消すことだからね。そう消すことだから、やっぱ一番の呪いっていうのはそれなんじゃないかという話もありますから、これはすごいと思いますよ。その不幸中の不幸に訪れる不幸としてはかなりきつい、かなりきついと思いますよ、ということなんですよね。で、まだこのガリオラと売れ続けるわけですよ、うん、あもう手放したこれ全然そう次購入するのはアメリカまで行くんですよ。石油王であるジャンポール・ゲティという方が購入する、うん、まあ、だから地元の富豪から今度は、はい、遠く離れたアメリカの富豪に渡るわけなんですよ、ね、はい、ちょっと遠くなったら聞かないかなって思うかもしれないと思うんですけど、ちょっとそういうのあるかもしれない ねイタリアっていう土地に根付いてる呪いだとするであれば、ちょっと離れたら多少ね、うん、緩和するとかあるかもしれない。呪いは海を渡れないというか、そう、はい、余裕で渡ってくるんですよっていうのも、うん、ジャン・ポール・ゲティさんね、ジャンさんがガイオラ島を購入した直後ですよ、はい、直後孫をカリブ海のマフィアに誘拐されて、3億円の身代金を支払うようなことになると。すごいね。まあ石油王ですし億万長者だから、うん、孫が常にそのなんていうの誘拐されるみたいなリスクは普通の人よりはるかにあるんですけど、うん、でもあの億万長者の方ってそれを もちろん見越してて、うん、常にボディーガードとか、うん、そういうセキュリティすごい気にしてるんですよね、うん、だからそれまでまあ起きてなかったことがガイオラ島を購入したらすぐ直後に孫が誘拐されるっていう事件というか、うん、に巻き込まれたりするタイミングも ね、ま、ねこんなに重なることあるっていうぐらい重なってるんですよ、うんうん、で、まあ、やっぱりそのなんていうかな、みんな億万長者でお金持ちだっていうので、まあ、みんなからちょっと妬まれてるような存在ではあるんですけど、うん、まあね、にしても別にガイオラ島を購入したからって言ってみんなで狙おうっていう気には多分ならないと思うんですよね、うん、だからあんまり関係なさそうなところで、まあ、億万長者たちにこういろいろ怒っていると。で最後保有者が保険会社を経営していたギアン・パスクワーレっていう方なんですけど、うん、これイタリアの人、これも確かイタリアの人だと思うんですけど、はいはい、このギアン・パスクワーレもガイオラ島を購入した後に多額の負債を負うようになって、結局最終的には詐欺の容疑で投獄されてしまうということで、もうみんな不幸だ。ずっとよ、うん、その買って売って買って売って次の人がっていう連鎖、これもう本当に続いてるんですよ、うん、まずだから幸せになった人がいないんだよね、ここ100年ね。そう、うん、で結局のところこの呪い、うん、やばいっていう噂がもう、まあ、立ちまくっちゃってるわけですよ、うん、この、まあ、噂が立ち続けてると国としても重要な島ではあるから、うん、まあこれ次の買い手とかにまたそういうことが起こると大変だなっていうことで、うん、最終的にはまあ国の管理の方になっていくんですけれども、うん、だからまあ今は購入できるっていうことではなくその国のものになっているんですよね、うん、なんですけどもう一個ちょっと怖い話が出ていて、うん、っていうのが2009年、うん、その後あるこの地域でまた新しい噂が出るんですよ、うん、っていうのが、2009年にイタリアの穀物王って言われるフランコ・アンブロジオさん、まあ、その人が事件にあって亡くなってしまうわけですよ、うん、はい、でそのアンブロジオさんがこのガイオラ島を、まあ、所有していたわけではないんですけれども、うん、そのガイオラ島の向かいの土地に住んでいたっていうことが原因なんじゃないかっていうことになってるんですよ、うん、つまり何なのかっていうと地元の人たちの噂で言うとガイオラ島の呪いが向かいの土地までもう拡大しているんじゃないかと、うんうん、
まあ、意味を超えて、どんどん、その、広がってるんじゃないかっていうことで、うん、呪いが、範囲が広がっているんじゃないか。要は、ガイオラ島がもう今、所有物、はい、人、個人の所有物じゃなくなったから、うんうん、その呪いが、まあ、なんか、染み出てるじゃないけど、うん、みたいな、考えにもなってることがあるらしいんですよね。うん、ってことは、まあ、この近辺、何かそういう、うん、理由が、うん、あって呪いが広まってるんじゃないかっていう原因が気になってくるわけですよ、うん、でその原因っていうのがもしかしたらこれじゃないかって言われているものが一個あるんですよ、はい、それが一番最初にその島に住んでいた人1920年、そう、うん、あ1920年の前前に、うん、そう、それだ購入者じゃないですか、うんうん、じゃなくてその前にいた人が19世紀とかからいるって言われていて、でそこに住んでいた人っていうのがウィザードって呼ばれてたんですよ、うん、でウィザードってまあ日本語で言うと魔術師みたいな意味合いになって呼ばれていたと。でも老人なんですよ、うん、もう本当お金もなくて、うん、漁師さんたちに細々とお魚をもらいながらつつましく生活しているみたいな人だったらしい。なんかちょっと日本で言うと仙人に近いのかもね。そうそう、うん、まあ当時で言うとホームレスに近い感じなんだけど、そういう、細々としたウィザードと呼ばれる人が住んでいって、うん、でそこでそのウィザードがある日急にいなくなって行方不明みたいになっちゃって、うん、ある種ここになんか呪いをかけて、でそれでまあいなくなったんじゃないかとか、うん、一番最初のその島にいた人っていうことを考えると、まあ、何かしら影響があるんじゃないかみたいなことも言われていたりすると、うん、はい、だから原因を探るためにはそのウィザードのことを知っている人たちにね、うん、話を聞いていくとかっていうことしかできないんですけど、難しそうですけど、ね、まあもう今さら遡るのはかなり難しいと思うんで、うん、まあ、伝承みたいにはなっていると、うん、でまあ今実際問題ガイオラ島自体には入ったりすることはできるそうなんで、まあそこに関しては普通にね観光としていく分には問題ないっぽいんですけど、なぜかお金持ち、そしてちょっとどちらかというと人から妬まれるようなお金持ちの人たちが買うと呪いがかかってしまうという、でウィザードがあんまりお金持ってなかったからそれに怒ってんじゃないかみたいなねことも考えられますよね。貧乏神的なことになってると、うん、っていう意味では今後、うん、まあ国の所有になって止まっているとはいえ、もしかしたらその国イタリア自体に影響を及ぼすかもしれないですし、うん、ガイオラ島がね、はいはい、っていうふうに考えるとまた誰かの手に渡ることもあるかもしれないと、うん、そうなった時はちょっと恐ろしいんじゃないかというお話でございます、はい、ね、呪いの島ガイオラ島についてでございました。ありがとうございます。はい、で募集したいものなんですけども、うん、何ですか。呪われた土地とか、うん、場所とか樹地ね、樹地？樹地って言う？知らないけど。僕と響さんと山湯さんだけ樹地って呼んでるんですよ。樹地、うん、樹地って呼んでるんですよ。うん、まあ汚れ地ね。汚れ地とか言われてるようなところ。うんうん、まあそういう有名なね、名前がついてるような場所じゃなくても、うん、例えばなんか近所の公園のここでやたらと何か変な事故が起こりついてるとか、いいか地元の人が知らないようなものとかでもいいんで、うん、なんか、まあそういう、うん、ここにいるとなんかやたら不幸が起こるなと。うん、まあ起き続けているみたいなものがあればそれを送っていただきたいなという感じでございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。